中央合同庁舎第3号館は、東京都千代田区霞が関2丁目にある日本の中央省庁の合同庁舎。鉄骨鉄筋コンクリート、地上11階、地下2階の中央合同庁舎である。主に国土交通省と、その関連省庁が入居している。旧中央合同庁舎、第2号館が、手狭になったため、旧内務大臣官邸の跡地に、 中央合同庁舎第3号館として建設されることになり、1966年に完成した。建築面積は7810平方メートル、延べ面積は7111平方メートルである。旧中央合同庁舎第2号館から建設省が、丸の内の旧鉄道省庁舎から運輸省がそれぞれ移転してきたが、庁舎の使用調整により、 1973年に8階建てから11階建てに増築されている。大臣などの首脳陣の部屋は、建設省は3号館3階に、大臣、政務次官、事務次官、議官の部屋が置かれ、運輸省は3号館5階に、大臣、政務次官、事務次官、運輸審議官の部屋が置かれていた。中央省庁再編により、国土交通省が設立された際には、 旧二遊省と旧建設省が陣取っていた三号館と東隣に建設中だった新二号館の一部が割り振られたが、旧二遊省と旧建設省との間で大臣や政務官、事務次官の部屋をどの木沢橋に配置するかで構想となった。工事や引っ越しでの利便性を考えるなら、国交省の首脳陣の部屋は三階か五階にまとめることが望ましかったが、 急優勝と旧建設省の双方が一方の木膝橋にすると移動する側が相手の賞に吸収された印象になると主張して譲らず結局は中間にあたる4階に新設されることになった。庁舎の出入り口は保車分離の考えに基づいて設計されており西側が車の入り口南側が歩行者の入り口となっている 南隣の中央合同庁舎第2号館とは地下の連絡通路を通じてセキュリティチェックなしで行き来ができ第2号館経由で地下鉄霞ヶ関駅と直結している2000年から2002年までに行われた免震レトロフィット工事により耐震補強がなされた <as> http://www.mlit.go.jp://about/file0028.html:/abcdef 館長ゼン中央合同庁舎第三号館国土交通省。2015年9月27日閲覧。ab 中央合同庁舎第三号館施設管理業務。 民間競争入札実施要項。P2、2015年9月27日閲覧。AB、月間寛会第3巻第7号。P144 行政問題研究所 AB、月間寛会第4巻第7号。P180 行政問題研究所 AB 日本、国有鉄道。日本国有鉄道100年史。第14巻。P150 海上保安庁。 海上保安庁30年史、P105 海上保安協会 AB 石田牛を誰が、ための官僚、霞ヶ関の逆襲は始まるか P295、日本経済新聞社。ありがとうございます。